小説「利休になった日」第102話前回までのあらすじですふと目覚めると千利休になっていたここは1590年の京都平成時代から何人もの人がこちらに来ているという千利休になって8ヶ月有馬温泉で秀吉に利休が未来人であるとバレる京都に戻り早速細川手で事情を説明する 問題を解決する糸口を探るが秀吉との関係を今後どうするかの答えは出せなかった今日のおまけは国宝の茶道具についてパート2です 2> 第3章「利休百回記」第11節茶事」第11の一節古田への報告」「インスリン」について10月16日 私は細川と共に古田家で報告をしていた古田つまり茶の湯以外でも問題が発生したわけですね私はい毛利殿の検討瀬田殿の件はまだ良いのですが関白様の件は現在検討中です細川まず城にいる毛利殿には丁寧にお断りしましょう直接出向くのが良いでしょうね城内を誰かに案内してもらってください 私、分かりました。後で行ってきます。古田、関白様は未来人を知る人物でしたが、完全に山田一郎側というわけではないですね。私、関白様が私にくれぐれも未来から来たことは隠すようにと注意したためですね。古田、はい、山田一郎にはまだ情報を流していないのではないかと。 細川は古田の話を聞き少し考え込んでいた。細川、一応最悪の状況を考えましょう。私、最悪の状況というのは古田、山田一郎に正体が知られた時ですね。細川、そうです。もしくは山田一郎がすでにリキュー殿の正体を知っている場合でしょうか私、すぐに殺されますね。どうしましょう細川。 私なりに今までの殺害方法を検証したのですが、どうも薬を使ったのではないかと推察しています。それもこの時代にはないインスリンという薬剤です。私、もしかして糖尿病の薬ですか細川、よくご存知ですね。インスリンは大量に摂取すると低血糖になって意識を失って死に至ります。私、怖いですね。細川。 糖尿病といえば、源氏物語の光源氏のモデル、藤原道長が糖尿病で立ったのは有名ですね。私、いえ、それは知りません。まさか、まあ、ともかく、インスリンの抽出には多くの動物から膵臓を取り出してインスリンを抽出する必要があります。知識さえあれば、この時代でも原理的にはインスリンの抽出が可能かと思います。私、 山田一郎にインスリンを作るだけの知識はあるのですか細川兄山田一郎は科学者ですから余裕でしょうね古田他にもいろいろ薬を作れそうですね私は先日有馬温泉で秀吉と決めたお触れを思い出した私 そういえば有馬温泉で毒物の扱いに関して売買を禁止するお触れを関白様が出したような気がします。確か浪人に対する刀,刀刈り例だとか、そういえた浪人停止例ですね。なるほど、毒物による殺害は難しくなりますね。まさか、そうですね。ただ、インスリンはこの時代の人が毒物と認識できるかどうか、結局結論は出なかった。 えー、今日のおまけは国宝の茶道具についてパート2です。えー、まず、篠茶碗、卯の花垣ですね。これは篠茶碗で,ので白色をしています。それで、筒茶碗のような形で、えー、模様としてはあの筆ですかねあの、鳥のような模様が描かれています。 桃山時代に作られたものなんですけども大きさですね特徴は9.5センチもありますこれあの前回井戸茶碗木材衛門というのが大きいと言ったんですけどこれが9.4センチですのでそれよりもさらに一回り大きくて、えー、と井戸茶碗のような形をしているものよりもあの円筒状ですのであの相当な大きさになるかなと思います、まあ、持ったらおそらく重いでしょうねこれは。 えー、それが「宇野花垣」というものです三井記念美術館に所蔵されていますそれから「えー、楽茶碗」ですね「楽焼き白形見代わり茶碗」と読みます富士山という名が付けられています、えー、これは8 9センチですねで三立服部美術館に所蔵されていますでこの本上光悦という人なんですけども2代目の楽家 田中丈慶という人ですね、その人に、えっと、落きを習ったと思われるというような書き方が、あのウィキペディアではされていますね。茶の湯は古田リブに学んだ人です。その人が作りましたというふうになっています。 えー、続いてですけども、花池と書いてます、えー。花入れでもいいんですけれども、花池というのが正式にあのー、国宝として登録されている名称ですね。えー、まずあの政治法を耳鼻池、万世というようのものですね、えー。法王の形をしたあの耳が両耳ですね、2つ耳がついているものです。で まう、あ、おというにはちょっとネズミのような形に、まあ、失礼なんですけど見えるんですけども、まあ、そういうものがついているそうです、えー、これはあの模様は特にないですねあの純粋に青磁の色をした花入れになりますこれ泉市保総記念美術館に所蔵されているようです それから次の,あの政治下かぶら花池ですけれども、えー、と下かぶらというのが想像しにくい方はあの、まあ、ちょっとわからない方もいらっしゃるかもしれませんがアニメでハクション大魔王というのがあるんですけれどもそれの,あのハクション大魔王が出てくる壺の形ですねそれがあのまさにこの形になります、えー、現在あのアルカンシェール美術財団に所蔵されています それから3つ目、飛び政寺花池。飛び聖寺とっていうのは、政治の,の上に黒い模様がついているような形になりますけれども、えー、これはあの大阪市立東洋美術館に所蔵されているもので、まあ、京丹型と言ったらいいんでしょうかね。そういうものになります。それから続いて、えー、と色絵疑似航路ですね。えー、この水色の部分は両方香路になります。 香炉とは言うんですけれども、実は2つとも香炉の,の形とはちょっとかけ離れているような気が私にはするんですが、まず色絵、生地、香炉というものは、皇、え、后、ー、の生地の形をしたものを想像していただいた方が良いのかなと思います。あのー、胴体のの部分でパカッと割れるようになってていましてで、まあ、生地の、あのー、形をもう 模した形になっています。えー、野々村仁生という人が作ったものです。これあのー、まあ、茶碗で有名ですけどね、野々村仁生っていう人はね、あのー、色絵のまあすごく派手派手しいものなんですけども、この色絵絹絞もあのー、まさに派手派手しい色で緑色に黒色であのー、顔が赤色になっているような、うん、あのー。 まあ原色といったら変なんですけどもそういうような航路になっています、えー、現在の石川県立美術館に所蔵されているようですそれから、えー、近藤上航路というものですねんとこれあのー、弱尾型と読むんですけれどもあのー 現在所蔵されているのが東京国立博物館なんですが、えー、これはあの明治11年ですね、法隆寺から皇室に建納されたものになります。で柄のついた香炉でして、まあ、あの帽子のようなあのシルクハットみたいなところから、あのこう。 炊くような形になっていてその柄の部分があの尻尾になっていまして尻尾のような形になっていまして、えー、とカササギと読むんですけど昔に鳥と書いてカササギの尾っぽのようにあの三つ股に開いているものそういう形になりますもともとはこれあの相当古いものでしてあの聖徳太子ですねあの頃があの話になります、えー、聖徳太子 のことを上級とよ呼んだそうなんですけれども、上宮ですかね、あのその刻印があるそうです。で、えー、っと、さらに、絵の裏側に、えー、刑事と読むんでしょうかね、水事と読むんでしょうかね、水星の水にあの慈悲の字と書いて、この人に、あのまあ、送られたのではないかと思われますが、あの 聖徳太子の,あの師匠ですね、先生ですね、その人にあの送ったのか、まあ、逆かもしれませんけれども、そういうような形で、どちらの名前も見られるそうです。そういうあの、まあ、時代としては飛鳥時代ですね、あの相当古いものになります。それからえ最後、えー、色絵、これもき、あのー、ほどの野々村人生の作になりますけれども、 色絵、藤花もモン茶壺というものになります。えー、これ茶壺なんですけれども、あのーまあ、茶壺というだけあって、あの上にう、紐を通す部分もありますし、えー、色絵なんですけれども、これ、あのー、の藤の花が赤い花と青い花、青というんでしょうかね、紫の花、それが、あのー、ついていて、あのー、白い 全体に白い、あのー、背景に緑色の葉っぱとその赤と紫色の富士がきれいに描かれているものになります。これはあの現在モア美術館に所蔵されているようですね。えー 以上、あの14種類ですね。前回,までのあの前回説明したあの茶碗と合わせますと14種類、えー、現在国宝に指定されているようですえ次回第11の2節、モーリーテルモトの弟子入りを断る件」です。お楽しみに。